です。クラシックへの占う重要な一戦という位置づけになってますが、はい、ラジオ日経杯2歳ステークス G3 の競争芝の 2000m 戦、今年は15頭ということになりました。さあ、それでは参考レース柏谷さんから選んでいただきましょう。非常に楽しみな一戦ですけどもね。私の場合はまだそのね、圧倒的な評価を受けてる場合ないんですね。そうですね、はい、まずウィンバリアションは2戦2勝ですね、うん、初戦小倉の戦発で勝った後、ね、阪神に戻ってきてまだ太いかなというふうに思われてたんですがね、追ってからしっかりしてますね、はい、2戦目で1分47秒7あまり33秒9ですからね、走りやすいコンディションとはいえ、そんな特別もうこれは早くから打線戦に乗ってでこう目指していた馬ですね。札幌に対してです、はい、これもあの今年はなかなかの勝ちっぷりというのが主役13番、うん、オールアズワン、延着がベンチェラでした。ベンチェラ故障しました ね、 そうですね、その後ちょっと残念だったんですが、派手ではないんですがね、その簡単には勝てないというのがなんかオールアズワン、また父ネオユニバース、はい、そんな印象強いですね。父ナリタブライアン、まあ、一応1分50秒切ってますから、はい、この時点で一応もう早くも路線乗ってます、うん、から着彩上に鮮やかだったのは2000勝の湘南マイキー、こちらは初戦はあの制圧で平凡な時計だったんですがね、はい、2戦目は長スローに近い上がりがベース上がりが34秒ちょっとという競馬をあれ届かないかなと思わせて、最後は実は余力を持って33秒6、これはなんかこう切れるというかセンスもいいという感じですね。だからマーベラスカイザー、マーベラスカイザーというのはさっき見ていた札幌に対してはなんかあの単勝万馬券でどこにも映ってなかったんですよね。なんと評判のダノンバラードが断然人気のこのレース、スルスルっとうちの方にも織り込んで勝ってしまった。しかし2分1秒6ですからフロックとは言えないですね。でプレイは日曜日に出てきますね、はい、でその後がダノンバラードですから、マーベラスカイザーのようにどんどん変わってくる馬もいますね。成田キングロード、こちらはあのまだキャリア浅い一戦一勝なんですがね、戦力で1分36秒でっていうのは、まあ、流れがありますが平凡なんですがね、スッと抜けたあたり5枠当番です。あ、これは先がありそうな時計とかね、一波のごとのラップにはこう測れないと素晴らしい軽いフットワークでね、当然一勝馬ですがここに出てくる気持ち分かりますね、はい、あとはイディア、こちらの方は使いつつ良くなってきた馬です。最初のはダノンバラドに離された6着だったんですがね、ようやく4番、すごいとこ突っ込んできてますね。デムロ騎手2戦目です。ですからなんか特徴を掴んで勝負というところ、3戦使ってるというのは一勝馬だ、案外強みですね、はい、そんなにものすごい抜けた馬がいるわけじゃないけど、ね、なんかみんな先がありそうですね。はい、参考レースご覧いただきました。調教は宮崎さんに解説していただきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まずは湘南マイキーです。そうですね、2ヶ月ぶりですけどね、まあ先月下旬から入念に乗り込んでますからね、手応え十分で、ちょっとこう一波だけ促しながら、しっかりと反応してますからね、これでねきっちり絞れてくるんじゃないかと思いますね、うん、こうしたらいいだと思います、はい、続いて左側がウィンバリアション、3ヶ月ぶりですね、うん、これ実際500万のエクスビートというマニュー結局追い負けるんですけどね、それでもね決して足色は乱れてませんから心配ないと思いますね、ここ3周ねかなりハードに追い切りましたので一目感はないと思います。さあ札幌以来のオールワズアンです、はい、実際未勝利馬をね 5.4 秒追走しましたね、そして外に合わせてしっかりと接着と、まあ、先月下旬からやはり意欲的な乗り込みですからね、いずれも合わせ馬を紹介して息も整っていると思いますね、きっちり仕上がったんじゃないでしょうか。右がコティリオンです、はい、実際500万同格馬をですね1馬身ほど追走して、そして断然の優勢ですね、1週前にはですねローズキングダムと合わせ馬を紹介してますしね、中間入念に乗り込んでさらにね今は成長してるんじゃないでしょうか。成田キングロードです、19日にこの内容を紹介しますからね、直前は下波論重点と、
まあ、それでもねキャリア2戦目とは思えないほどのね安定感のあるねいい走りっぷりしている馬だと思いますね。さらに上積みが期待できると思います。さあそしてダノンバラードです。1600万のニュービギニングとの合わせまで4馬身ほど追走してねこの勢いですからね。一周前おいでもですねコバオープンと互換に動いてますから文句のない仕上がり状態だと思いますね。さあそしてレッドセインツです。そうですね3と合わせの最内から、外ですね最速外行ったんですけどなかなかこうビクトアルピサにね結果的にちょっと遅れ気味になりますけど動き自体はねしっかりとしてますから仕上がりに関しては不安ないと思いますね。阪神 11S 今湘南マイティが 3.6 倍、オールアズワン 4.5 倍、ウィンバリアシオン 4.7 倍、ダノンバラード 6.4 倍、やや人気は割れておりますが、さあ宮崎さんはどこから入りましょう。そうですね一勝馬ですけど僕は3番のコテリオン、これから入ってみたいと思います。はい、前走のベゴニア賞はね逃げた中山ナイトに、まんまとやられたという感じでねこのまま道中折り合いを変えてしまいまして直線でも内に包まれてなかなか外に出す芯がなくて、で最後やっと押し上げてきての2着という、新馬勝ちと2戦とも戦力なんですけど非常にスピードありますし瞬発力も兼ね備えて素質面は相当高いものだと思いますね。はい、ディープインパクトの子ジェミードレスのがお母さんで、素質も高いということでちょっとこのコティリオンから入ってみたいと思います。はい、相手はオールアズワン、2歳ステックスサポニセステックスの勝ち馬、そして湘南マイティ、この2頭はやはり強い馬だと思います。うん、あとは一緒馬ですけど成田キングロード、それからダノンバラード、アドマイアコリン、そして8枠15番のウィンバリシアント、そのぐらいまで抑えてみたいと思いますね。はい、宮崎さん3番のコテリオン中心に2番のオールアズワン、12番の湘南マイティ、あとは6番成田キングロード、8番ダノンバラード、11番アドマイアコリン、そして、15番ウィンバリアシオンということになりました。さあ、柏谷さんにもお話し伺いましょう。はい、朝日杯フィチュリティステークスの勝ち馬、また高層馬は ね、マイル路線をもう早くも打ち出している馬がいますからね。やっぱりここはクラシックかな、クラシックに直結しそうな、目安はあります。はい、だいたい2分1秒台ぐらいで乗り切ると合格。順番つけにくいんですがね、私は一応完成度の高さも加味して湘南マイティ、はい、からキャリア一戦の成田キングロード、から渋く力をつけ切ったイデア、その上位3頭にあとみんなこうウィンバリエーションのしぶとさですとか、一つあともう一つの鍵はね、私はディープインパクトの3区ってね、最初はすごいスピード系に出るんではないかって、その時点ではね見通し当たってるんですよ。はいはい、だってこれはあの 2000m でおお、これはますますこの底力というか、クラシックに乗っていける馬がこういっぱいいるでしょ、なんかそういう馬が出てくるかなっていうのが見どころだと思います。はは5頭いますけどね、今のところなんかお父さんのいい面の中でスピードを受け継いだ3区が多いですよね。そこも見どころだと思います。はい、加瀬さん12番の湘南マイティ、6番のナイタキングロード、10番のイデア、そして15番のウィンバリアシオンという順になりました。3連複2番12番15番の組み合わせが1番人気です。 12.2 倍、8番12番15番は 19.2 倍と続いています。3連単ですが12番の湘南マイティ、15番ウィンバリアシオン、2番オールアズワンの順番が1番人気 43.8 倍です。宮崎さんの印3番コティリオン、2番オールアズワン、12番湘南マイティで現在 219.0 倍、柏木さんの印12番の湘南マイティ、6番の成田キングロード、そして10番のイデアですと、現在 1919.0 倍を示しています。ラジオ日経杯2歳ステークス阪神の11レースは3時45分の発走予定です。さあ阪神の9レース、摂津特別ここでリプレイでご覧いただきたいと思います。
芝の 1600m 戦、1番人気7番ナイタスレンダー、2番人気1番ナシュワンヒーロー、3番人気は13番ドリームゼニスでした。ルージュバンブー、さらにその後ろからはテキーラ、第4コーナーから直線後方から 2,3 番で外に持ち出してナイタスレンダー追い込み体制に入っている。先頭今度はドリームゼニスに代わって400を切って2馬身3馬身と突き放していって300を切りました。さあ2番手にはルージュバンブー上がってくる。ルージュバンブーテキーラ、ルージュバンブーテキーラ、ナシュワンヒーロー食い下がって各馬の間からアドマイヤロイヤル、ジョーメテオ一番外から成田スレンダーも追い込んでくるが、先頭はドリームゼリス、2馬身のリード、2番手大接戦、ドリームゼリス先頭ゴール、2番手アドマイヤロイヤルか、外ジョーメテオ、そしてルージュバンブー最後突き放しました。ドリームゼリス1分34秒9、2着は5番のアドマイヤロイヤル、3着は3番のジョーメテオでした。馬単の13番5番7650円、3連単13番5番3番6万5000円ちょうどでした。一番人気のナイタスレンダーは7着という結果だったようです。9レース節特別ご覧いただきました。さあそれでは、今入ってまいりましたラジオ日経杯の馬体重ご覧いただきましょう。はい、では前頭ご紹介していきましょう。1番のユニバーサルバンクマイナス4キロ、2番オールアズワンプラス10キロ、3番コティリオンマイナス2キロ、4番ハーバーコマンドプラス8キロ、5番ノバグロリアプラス8キロ、6番の成田キングロードマイナス2キロ、7番ビップセレブアイマイナス2キロ、8番ダノンバラードマイナス6キロ、9番ゴッドマスタングプラス6キロ、10番イデアプラス8キロ、11番アドマイヤコリンプラス2キロ、12番湘南マイティプラス6キロ、13番マーベラスカイザープラス6キロ、14番のレッドセインツマイナス8キロ、そして15番ウィンバリアシオンプラス4キロとなっています。お知らせの後は中山大障害の発送です。